6月はプライド月間。ダゾンではスポーツ界でも全ての人が真の姿で活躍できるよう様々な活動を行っています。 SNS ロゴをレインボーカラーに変更し、 LGBTQ プラスコミュニティへの支持を表明。 LGBTQ プラスの方々をフィーチャーしたコンテンツを配信します。ということで、はい、やべっち、岡山ユナゴーベルの横山久美です。プライド月間に呼んでいただきありがとうございます。横山選手は高校卒業後の2012年、当時のなでしこリーグ岡山ユナゴーベルに入団し、15年からは女子日本代表としても活躍。17年にドイツ、20年からはアメリカでプレー。そして3年前の6月、アメリカでトランスジェンダーであることを公表しました。日本にいた時は公表しようっていうのは1ミリも思ってなかったんで、チームにもこう迷惑かかるんじゃないかなっていうのはあったんで、チームメートとかに堂々としていいんだよっていうことは言ってすぐに言われましたし、最初に彼氏彼女どっちいるのって聞かれたりとか、いろんな世界を味わえたかなっていうのはすごく感じてて、まあ、アメリカでプレーしてたからこそ公表できたかなっていうのはすごく感じます。その公表に対する社会の反響は大きなものでした。バイデン大統領に祝福されると思ってなかったですし、まあ、ここまで大きくなるとも思ってなかったんで、チームメイトもすごくこうおめでとうっていう言葉をくれましたね。気持ちがまあほんまに楽になったなっていうのは感じますし。そして22年、横山選手はなでしこリーグ2部岡山ユナゴーベルからオファーを受け、国内復帰しましたが、自身を受け入れたクラブの対応は意外なものでした。 GM との話し合いで、公表している自分に対して何にも突っ込んでこなかったですね。自分から聞いちゃいましたね。公表してるんですけど大丈夫ですかって。チームメイトもそうですし、スタッフもそうですけど、男性とか女性とかではなくて、一人の人としてすごい接してくれてるなっていうのは感じます。理解ある仲間や関係者に支えられながら、絶対的エースとしてチームをなでしこリーグ一部昇格へ導こうとしています。そんな横山選手には今、現役のプレイヤーとして伝えたいことが。自分の周りにも結構友達で、男性になりたいからサッカーをやめるっていう人たちが友達の中でも多かったので、自分もそういうふうに悩んだ時期もありますし、公表しても続けられるっていうふうに道しるべを示していけたらいいかなとは思ってます。6月はプライド月間。ダゾンはスポーツで輝くみんなを応援しています。